fine. We'll just kill you and then take your shit. Makes no difference to me. Kill him! Come on up! Shoot him! What the fuck is happening to me? PvP, motherfuckers! It's how we turn butter, gnarling style. Yeah, bitch! Yeah! Should've got out my way! Just fucking die! Fuck! What's happening to me? Oh my god! What did I do? Briggs? This Colonel Briggs? Briggs is dead. Who's this? Lieutenant Colonel Hardy hooked us up. I'm here with a bunch of survivors, and we need to get the hell off this island. Look, I'd like to help you, but I can't. Sorry. You'll have to hang tight. What the fuck is wrong with you people? First you abandoned Benoy, now Palinai. Benoy? How do you know about Benoy? You say Hardy sent you? Wait a second. You're one of the immune. I met you on the ship. Remember me, Serpo? Serpo? You left us on that ship, motherfucker! Look, I'm sorry about that. We're trying to help people here. We're working on a vaccine. Right. And after you find it, you gonna nuke the whole island. Man, you must think I'm a fool. Where the hell did you hear that? Nuke the island. Did Hardy tell you that? Because if he did, that's bullshit. You saying he's lying? Hold on a second. What? Harlow? Are you positive? Okay, get her. Do it. Just don't let her get away. Sorry about that. Time's running short. I'm sending you a chopper. What's your location? Old Town Center. Watch yourself with Hardy. The man cannot be trusted. That chopper's on its way. Alright, hello everybody, CP9 キャットです。今回もね、デルアイランドプレイしていきましょう。で、前回はですね、ちょっと設定の方がっていうか、設定をミスってしまって、声の方がものすごく小さくなってしまってですってね、誠に申し訳ない。まあ、重要なところは確か、まとめに、して、まあ動画にしたと思うので、そこを見ていただけたら幸いです。まあ多分この動画が始まる前に流したと思うのですが、まあね、簡単に略すと、ここに来るためにちょっと色々とありました。なんていうんですかね、向こうの、あそこの超巨大なゾンビと戦ったじゃないですか。で、あの巨大なゾンビと戦った向こうの先に、フェリーの船場がありましてですね、まあそのフェリーの船場を流してゾンビと戦ってですね、新しいゾンビ、スクリーマーが来ました。確かこれだったかな？オーグじゃない。スクリーマー、スクリーマー、あった。これですね。まあこれが出てきて、彼女が叫んだ時にスタンされました。まあそれもね、なんとか倒して、船に乗ってですね、まあ、新しいエリアに来ました。これですね。これですね。っていうか、ここですね。で、まあ、この映画館を避難所にして、ここのフォート、なんたらかんたら、フォートっていうわけじゃないけど、ミリタリーベースに来ました。まあ、軍施設ですね。で、軍施設に行って、名前忘れてしまったんですけど、まあ、あのおっさんとコンタクト取って、まあ、ヘリコプターが来ますので、それに乗りましょう。というところで終わりましたね。
まあクエストの間の時間が長すぎちゃってですってね、どうしてもなんかだれてしまったんですけど、しかもプレイしてる間にものすごい ケンちゃんありがとう。まあ嫌な変なこと言ってしまったので、それが消えたのはまあありがたいかなと。シャッタップやマンダチママンダで、このドクタージーン変装はまあ助けてやったのに、なんかうーゾンビに食われるだけじゃないかフフフっていろいろと愚痴ってたのって、まああんまり好きじゃなくなってしまったんですが、まあ先に行きましょう。でそうだな、一応ちょっと新しい武器とかも手に入れたのでご紹介します。まあ新しく手に入れたショットガンですね。アイロンサイトが変わってますね。でメースで担当も手に入れました。そんなに強くはないんですが、まあ我々日本人ですからね、こうやって戦う担当とかで戦ってみたいななんて言ってたんですよ。であとはいつものこれですね、モロトフで AK、 まあ強化しました。でハンドガンですね。でインベントリの方を見ると、まあ、スタッドの方はかなり良くなってます。やったね。あそうだ、でいらないアイテムとか売ろうとしてたんだ。はいどうぞ。そうだな、何売るか。まあ、この拳銃いらねえな、これもいらねえ、これもいらねえ。ショットガンもな、まあ、結構良かったんだけど、今はだいたい4000ダメージ与えるものがあるのって、これ持ち合いましょう。フレアガンもいらないんだよな。あとハンマーとハチェットもいらねえな。じゃ撃っちゃいましょう。インベントリーはね、あんま大きくないですからね。じゃあ行きましょう。あ、そうだ。あと、名前、ハーティーだっけ、まあ、信用で、ハーリーという男は信用できないらしいですね。サボンだ。サボン。忘れてしまったんですけど。そんな名前の人は信用できないらしいです。まあ、核を落とされるのは嘘らしいですね。じゃあ、まあ、早速、強化できるものないか確認して、行きましょう。まあ、全部、強化してありますね。拳銃って強化できないのかな。スティングレイテイルっていうのが必要ですね、刀をアップグレードするのには。この脇差しもちょっとアップグレードしたいな。あとこれできるね、エレクトリックストームモッド。あとライフルの弾が作れるようになりましたね。これは素晴らしいな。ショートサーキットモッドもできますね。電気攻撃ですね。だけど、このエレクトリックストームっていうのが気になるな。これちょっと作ってみましょうか。うおー、なんか、めちゃくちゃかっこいいのになってるな。我は、なんか、イカズチの力を得た侍になるみたいな。出会え出会え、ゾンビども。よし、じゃあ行きましょう。あと拳銃ももらえるんでしたっけ。弱っ、めちゃくちゃ弱っ。 talk. I'll explain everything. じゃあまあストーリー進めていきましょう。じゃあランディングサイトに行く用意をするみたいですね。ハーディー、なんで嘘ついたんだ。核のことを出して脅して動かすしかなかったんだ。で、お前のことを信じないといけないのか。俺は友達を作ろうとしてるんじゃないんだ。ここから出ようとしてるだけなんだ。で、Chopper? What fucking chopper? You mean the one that don't even know where we are? Getting their attention is the easy part. We just need to burn something on the roof. Something that pumps out a lot of smoke and is easy to control. You worry about that and I'll take care of the rest. I'll say we burn them rolls and movies. This place got to be full of mutant. Some B's, たちですね。Especially since it means we won't have to go outside and scavenge for things to burn. But you'll have to convince Jacqueline to let us burn them. Go talk to her. で、まあ、屋根に。お、刀がもらえるな。さらに侍らしくなってくるな。まあ、okay, what the hell? We only need a handful of those reels, not all of them.
で、あとはまあ、ヘリコプターが来るのって何かを燃やして煙を出してね、アテンション、まあ、注意してましょう。で、そのためにはまあ映画のフィルムを燃やしましょうということなんですが、入れて燃えんのか？だってあれってプラスチックじゃなかったっけ。なんかダイオキシンだっけなんとか出そうで怖いな。シックルはこれまあ売るからいいか。お金はまあたくさんあってもね足りないですから受けましょう。そうだな、また売るか。で、新しい武器もちょっと見てみるか。うん、うん、バイ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 。何か買おうかな。ハンマーとかなんだよな。ベースボールバット、バットン、メース、デバスティング、ブラスナックル、ナックルとかいらねえんだよな。 OK、 じゃあ行こう。じゃあ、まあ、この人がねこの映画館の中でこもってた人なんですが、まあ、彼女がねここにいてくれるようにしてくれました。してくれましたっていうか、いさせてくれてます。まあ、彼女に話しかけましょう。 Do we have an escape plan? Do we have an escape plan?I hate to ask you this, but a rescue chopper's on his way, and we need to burn your movie so it knows where we are. You can't be serious. Can't we just collect some wood, cardboard boxes? Many of these are very rare originals. Look, we miss that chopper, we all dead. We need to show it where we are. You're right. Of course. I'm sorry. I keep thinking in terms of how the world used to be, and not what it's turned into.There are some old genre films in a box. Please, take as many as you need. Thanks, Jackie. You probably just saved our asses. まあ、彼女にね、まあ、そこの映画のリールを燃やして、あ、いいかどうか聞いたのですが、ぶっちゃけこのポップコーンとかのやつあるからさ、これさ、燃やせばいいんじゃないかな。量もそれなりにあるからさ。だってフィルムリールがさ、おっと、またダイヤモンドがあったな。フィルムのリールがさ、ね、これはかっこいい、なんか武器があったな。フィルムのリールが煙に出すって限りないしさ、このドアも燃やせるだろう。なんでフィルムのリールなんだよ。これも燃やせるだろう、おそらく。と言ってみても燃やせる。それらのドアって、まあ、加工されてるから燃えるのかな。まあいいや、昔のフィルムですから持ってきましょう。で、またこれ全部一人で運ぶのか。誰かさんに手伝ってもらいたいですな。So sad, isn't it? That the first casualty is always culture. まあ彼女が言うにはカルチャーがいつも最初の犠牲者だと。まあそうですね、多分知らないけどさ。あ、そうだ、ちょっとマイクロフォンの方を大きめにしてるので、まあ、言うの遅いよって言われちゃうかもしれないんですけど、声がでかいと思います。まあね、聞こえないっていうのは嫌ですからね。よっと、あともう一つか、めんどくせえな。まあ、ですからちょっとボリュームの方を落としてもらわないといけないですね。こうなんていうのかね、サウンドエフェクトとの音のバランスってバンディキャムで難しいですよね。まあ、まだまだWindows の方で実況を始めたばっかりですから、まあ、まだまだっていうか、もう1ヶ月は経ってるのかな、どうだろう。まあよくこんなボンミスとかしてしまうんですよね。あれ、こっか。まあなるべくね、皆さんに楽しんでいただけるように努力はしようと思います。分かった分かった、壊れたテープレコーダーのように同じセリフ言わなくていいからさね、ジャッキーさん。さて、もうこれでめんどくさいね、作業も終わりますね。よっこらしょ。さて、今日も世界は相変わらずね、綺麗なお空が広がっています。さあ、燃やしましょう。 I hope this works. さて、燃えましたね。煙が出ないんじゃ意味ないけどな。あっと、煙出ましたね。やっぱプラスチックだよな、リールって。プラスチックなのに燃えんのか。
わけがわからないよ。君たちはいつもそうだ。いつも同じリアクションを起こすんだ。しかもゾンビが聞こえてきたな。We need to get them freaks away from here. まあゾンビたちが襲ってきてるみたいですね。まあ、コンサートシーンからゾンビたちを遠ざけるためになんだ？ちょっとすいません。ちょっと音下げようかな。まあ奴らをね遠ざけるためにちょっとスピーカーを鳴らしに行きましょう。スピーカーを鳴らすっても変だけど、スピーカーをオンにしてゾンビたちを遠ざけましょう。 OK。 あ、そういえばあとストーリーも 77% で終わりですね。さてこのショットガンはめちゃくちゃ強いな。さてとバンディットたちもなんか出てくるからさ、銃撃戦に強くなるように一応体力の方とか上げといたんだけどな、あんまり意味なかったですね。あー、落ち、ガッデマッツ。まあいいや、ずっと戦ってもよい、キリがないからな。先に進みましょう。多分ここで終わりかな。また船に乗りそうな気がするんですが、こっちか。まあ、そろそろもうってなんだ、そろそろ物語の終わりに近づいてきましたね。まあ昨日も録画撮ってたんですが、まあ2時間ぐらい撮ったんですけど、やっぱり僕のバカなミスでね、音が入ってなくて、音が 入ってるんだけど、ものすごく小さくてですね、蚊がなんか耳で飛んでるようなか細い声で、ここですね。